チャッキラコとは、三浦市三崎の中崎花暮地域に伝わる小正月の伝統行事。浜の乙女たちが繊細かつ優美な踊りを神前に奉納し、正月の訪れを祝うもので、国の指定重要無形文化財、そしてユネスコ無形文化遺産に登録される貴重な行事です。奉納は午前10時に本宮で始まり、その後市内を移動しながら1日かけて各所で行われます。踊り手は幼稚園の年中児から小学6年生までの女の子たち。色鮮やかな晴れ着姿で一本の扇を手に踊ります。また竹の両端に五色の髪を細く短冊に切り、小さな鈴をつけたチャッキラコと呼ばれる綾竹を持って踊る曲目もあり、これが名前の由来だと言われています。みんなだとはこれとかや